グランブルーファンタジーは、サイゲームスが開発し、モバゲーが提供する、スマートフォン向けソーシャルゲームである。公式の略称は、グラブル、キャッチフレーズは、君と紡ぐ、空の物語。ファンタジーの世界観を持つブラウザ RPG で、プレイヤーは空に浮かぶ島々を旅する、気空師となり、伝説の島、イスタルシアを目指して、仲間と共に冒険に出る。 シナリオとバトルからなるクエストをプレイすることで物語を進行させ味方キャラクターや武器、アイテムを入手して強化していくことがゲームの主な目的となる。複数のプレイヤーが参加できるクエストもあり、モープグの要素も盛り込まれている。キャラクターデザインは皆用ヒデオ、サウンドディレクターは植松信夫が担当している。なお一部のキャラクターは同じくサインゲームスが開発。 運営を手掛けるソーシャルゲーム、神劇のバハムートとリンクしているほか、他作品とのコラボイベントも多い。2013年11月8日に、東京、六本木のニコファーレにてスタッフとキャストによる制作発表会が行われた。ゲーム配信開始は当初予定されていた12月17日から延期され、2014年3月10日に、ブラウザ版が配信開始された。その後、 5月2日に初めてテレビ CM が放送され、5月21日には登録ユーザー数が100万人を超える。翌2015年1月にはユーザー数が300万人、同年12月には700万人に達するなど人気を拡大した。2016年3月にはユーザー数が1000万人を突破した。そして2018年4月にはユーザー数が2000万人を突破した。 プラットフォームをまたいだアカウントの連携はできない。また PC 版ではグリーを除く3つのプラットフォームから1つを選択してプレイする。本作の世界は空中に浮かぶ島々から成り立っており、島々は空を飛ぶ気空艇で結ばれ、それを操縦する気空士たちによる冒険が盛んである。文明水準はおよそ近世世界のものであり、気空艇などの突出した 科学技術はかつて世界を支配した謎の種族、生の民が残したものであるという。星の民は、破空戦争と呼ばれる事件によって、姿を消したが、彼らが操った、強大な自律兵器聖小獣はまだ各地に眠っている。空の民と総称される、現在の住民は、人類とほぼ同じ様子のヒューマン、角を持つ屈強などラフ、獣の耳を持つエルーン。 小柄なハービンの4種族からなり、混中して共生している。また、魔法の力も星の民の技術とは別に古くから伝えられており、島々には様々な魔物が跋扈している。小さな島ザンクティンゼルで相棒のビーと共に育った、主人公は空の果てにあるという伝説の島、イスタルシアへの冒険を夢見ている。故郷を出発する、その日、派遣国家。 エルステ帝国に追われる少女ルリアと騎士カタリナが主人公の前に現れる。主人公はルリアをかばって瀕死となるが、少女の不思議な力によって一命を取り留め、聖少女を操るその能力を共有することになる。イスタルシアを目指す、主人公とビ帝国の勢力圏から逃れたい、ルリアとカタリナは、共に空の果てへと旅立つ。シナリオが与えられ、 バトルへと進む。勝利することで報酬を得られる。クエストを行うことで、指定量の AP を消費する。物語に関するものとしては、メインストーリーである、メインクエスト、外伝にあたるフリークエスト、各キャラクターにまつわる物語を描くフェイトエピソードがある。その他、ストーリーに関係しない、エクストラクエストがある。マルチバトルと共闘クエストは、 複数のプレイヤーが参加できるバトルである。マルチバトルは他のプレイヤーに救援を依頼できるボス戦である。救援要請を受けてマルチバトルに参加するとして量の BP を消費する。共闘クエストはあらかじめ1人から4人のプレイヤーでルームを作って進行する。プレイに必要な AP と BP は時間経過かゲーム内アイテムによって回復する。 時間経過によって回復可能な AP の最大量は、プレイヤーごとの経験を示すプレイヤーランクに応じて上昇し、BP はランクによらず、一律最大10である。ただし、ゲーム内アイテムの使用で、AP は最大 999,BP は最大99まで回復できる。各クエストで発生する敵との戦闘である。バトルはサイドビューのターン制で行われる。 ターンでは各キャラクターが一度、特定の敵に攻撃を行う。キャラクターごとに設定される HP が例になると、戦闘不能となり、敵をすべて戦闘不能にすれば勝利。主人公及び、パーティー5人全員が戦闘不能になったら、敗北となる。勝利すると、ゲーム世界内の通貨であるルピをはじめ、経験値や武器、アイテムを獲得できる。クエストの前に、 プレイヤーはパーティーを編成しなくてはならない。パーティー編成には、ジョブ、キャラクター、武器、召喚石の4つの要素がある。ザ・プレイヤーとの交流サークルとして設定されている。いわゆるギルドシステムである。気空艇は、団員に、バフ効果を与える機能があり、団員の強化によって、バフ効果が強力になる。アサルトタイムは団ごとに時間帯を設定できる。フィーバータイムで、 マルチバトルを扇ゲージ災害で開始でき、戦闘終了時の報酬が増える。キャラクターによっては別バージョンのものもあり、レアリティや属性が異なるものもある。レアリティや属性は、キャラクター初登場時点のもの。主人公一行として、メインクエストのシナリオに登場する人物。メインクエストの進行に伴って、自動的にパーティーに加入する。なお、B は、戦闘には参加しない。 メインクエストのシナリオに登場する人物。一部のキャラクターは条件を満たすことで、パーティーに加入させることができる。エルステ帝国ロキと、その気空団主張のキシイデルバ王国、レム王国、イスタバイオン王国、神王のハイカー王の解放戦線、イスタバイオン王国の体制に反逆する、レジスタンス組織。組織のリーダーは、予知能力を持つヒューマン。 マグメル島イスタバイオン王国の教育を司る島。王立フィーロス共同学校という国唯一の教育機関があり、数千を超える生徒たちが所属している。リバタリア島その他の登場人物がャやイベントでパーティーに加入するキャラクター。いずれもメインクエストには登場しないが、期間限定イベントにおけるシナリオなどで登場することがある。RSRSSRSSR。 決戦。星の古戦場イベントにて、入手可能な SSR 武器を強化していくことで、仲間になるキャラクター。レアリティは全て SSR。それぞれの武器を極めた10人からなる武装機空団で、それぞれが全空に名を馳せる勇者である。レジェンドガチャの SSR キャラをしのぐ性能を持つものの、入手難度は非常に高い。SSR、アーカルムの転用にて、 入手可能な召喚石を強化していくことで仲間になるキャラクター。タロットカードのアルカナをモチーフとしたキャラクター性能となっている。トライアルキャラ通常のクエストやマルチバトルには参加できず、トライアルバトルでのみ使用可能なキャラクター。既存キャラ、もしくは今後新たに登場する予定のキャラの性能をコピーした性能になる。期間限定イベントや、 フェイトエピソードなどに登場する NPC。クエストでは一般市民などの無名キャラクターも登場するが、ここでは専用のボイスがあるもののみ取り上げる。キャラクター名担当声優の順に表記する。ルリアノートにて CV の記載がないキャラクターについては別途出展を表記。聖書1グラブルチャンネルのタイトルで二千十四年八月十日からニコニコ動画にて、 配信開始。毎月10日と25日に配信されていた。2019年3月29日に終了した。全112回。パーソナリティは、ルリア役の東山直とシェロカルテ役の加藤英美里2015年9月17日に、東京ゲームショー2015にて、グランブルーファンタジーのテレビアニメ化が発表。第1期。 グランブルーファンタジーザーアニメーションは2017年4月より6月まで放送された。放送に先駆け、1月末に東京 MX、BS11、ATX にてザンクティンゼル編が先行放送された。アニプレックス A-1 ピクチャーズ、サイゲームスの共同企画。第2期、グランブルーファンタジーザーアニメーションシーズンには2017年10月15日に、 開催されたイベント、気空思想会にて、制作が発表され、2019年10月から12月まで放送された。キャストは、おおむね、第1期から続投し、お湯けん役は、ゲーム版同様に、藤原刑事が担当。スタッフは刷新されており、制作も a 1ピクチャーズからマッパに変更となる。本編ではグランが主人公だが、 特別編のエクストラではジータが主人公となる。エクストラは第1期 BDDVD の第7巻に収録され、第1期最終回の翌週にはエクストラ1がテレビ放送された。BDDVD のみに収録されたエクストラ2は、その後第2期第5話の翌週にテレビ放送された。スタッフ主題価格アリスト放送局 BDDDVD4 コマ漫画、 グラブルを原作としたアニメが2020年10月から12月まで放送された。ナレーションは、その美見え。スタッフ楽曲家クアリスト放送局2015年4月24日、発刊、一陣者22016年5月27日発刊、一陣者32017年5月30日、発刊、一陣者42018年6月29日発刊。 一人者4エクストラワークス2018年6月29日発刊一人者 V2019 年5月31日発刊一人者 V エクストラワークス2019年5月31日発刊一人者2018年12月19日発刊一人者2019年8月3日発刊123処方キャラクターソングマキシシングル 発売元はすべてアニプレックス。メーカーはフロンティアワークス。ゲーム内で好評だったシナリオのオーディオドラマ版の音声データの配信が聞けるシリアルコード付きのカードとアクリルキーホルダー。音声データはオトバンクの AUDIOBOOK.jp で配信されている。上記のドラマ CD として発売された内容の音かアンドアクキー限定セットも発売された。 本グッズを購入せず音声データだけの購入も可能である。グランブルーファンタジーのテレビ CM は登場キャラクターに重点を置いた作品と実写中心の作品に対別される。ここでは実写中心の CM における出演者を挙げる。また、サイゲームスが共賛している M-1 グランプリ、ザ漫才・マンザイ、R-1 グランプリ、キングオブコント各番組内限定で 番組出演のお笑い芸人とのコラボ CM を放送した。グランブルーファンタジーザアニメーションに関するカテゴリー、グランブルーファンタジーザアニメーションシーズン2に関するカテゴリー、グラブルに関するカテゴリー、グランブルーファンタジーリリンクに関するカテゴリー、ありがとうございます。